てんてんてん、新年明けましておめでとうございます。今年もどうかよろしくお願いします。ということでね、やっぱりね、はい、去年の2007年はとてもいい年でしたよね、本当に2007年ね、どんな年でしたか。青春アメリカから入りましたね。俺たちはいつも二人で一つだった。2007年ね。ミクシーが流行ったよね。ミクシーね。ミクシーね。あれね、読めないんだよね、英語で書くとね。MIXI ね。ミスイかなみたいな。読めないんですよね。俺友達3人でした、ミクシー。僕今だからミクシーわかるけど、当時ミクシー知りませんでした。というわけで今日はね、僕が持ち込み企画ということで。はい。待って。ちょっと突っ込む人いないと多分これずっと続く。まず開けましてはおかしい。え、腹からおかしいですよ。え、俺が持ち込んだけど一生乗り続けるよ。お前が止めろ。ミクシーといえば SNS ですよね、やっぱり。SNS といえば Twitter でしょ。そうね、青い鳥ね。そう、今日は Twitter にちなんだ企画です。ツイッター。そう、ツイッター。うちのメンバーのね、いるでしょ、あの。いないです。いなかった。いないです。いなかった。え、ちなみに言ってみ。誰犬走り。いないです。いなかった。いないです。さよなら、バイバイ。これは、一応、まあ、仮にいるとしましょう。いるとする。いないんだけどね。いるとするよ。だけど、もしもの話ですね。あの、リボンってやつがいるじゃん。はい、仮に。いないですよね。仮にいるとするよ。うん。あいつって結構ツイッターの文がしょうもないよ。間違いないよ。なんかまあ大して面白くもないし、ちょっといいとこ見せようみたいな感じもするし、まあ、そうしてしょうもないと。でもそんなしょうもない彼にちょっと俺らでまず文を送るんですよ。あ、リップを送る。あ、はいはいはい。そうリップを送ってその返事を予想していきたい。むずいぞ、それ結構。え、難しいな。あいつ多分ね、ツイッターってやっぱリスナーも見てるわけだから、カッコつけ大選手入れる感じ。あ、絶対入る、絶対。だからちょっと調子もね、自分をよく見せたがる。そうだからね、そういうヒントがあるから考えりゃ当たると思うんだよね。いや、結構感じたじゃないですか。まあそうだね、だから、分かる分かる。もう俺はもう、俺とかキャラもずっとリボンと一緒に YouTube やってるから、もう分かる、あいつのツイッターでのこの、なんてかっていうある程度パターンがあるから、それを今日はマジで予想してみようっていう。いいね、いいじゃん、当てていこうぜ。だまず普通にちょっと文を送りたいから、その文をちょっと考えよう。あ、そう、まずあ、なるほどなるほど。じゃあ一人一個ずつとりあえず考えていってみよう。あ、いいよ。あ、オッケーオッケーオッケー。なんでそんな好きなん。あ、いいね。なるほどなるほど。返信もカッコつけて、いや行ってないよとか、別に連れてかれてるだけだしみたいな濁すと思うんだよ。本当あいつは好意で好きで行ってんのに一人で。ああ、なるほどね。っていうのをやっぱ暴きたいなっていう。ああ、どう帰ってくるかね。うん、分かんないね。リボンって最近本当に頑張ってるよねって。ああ、はい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 。これを投げかけた場合、多分予想は、多分返信は多分予想しやすい。多分あいつカッコつけるから、おだてる。おだてる。ああ、いいいいいい。おだてる感じの。いいじゃん。そういう作戦。ああ、それも予想つくな、なんとなく。いや、俺はもうね、もう死ぬほどつまんなく行きたいなと。ああ、なんでそんなに太ってるんですか。死ぬほどつまんなく行きたいな。いや、普通に本当にしょうもなさそう。それで、しょうもないが言ったら多分しょうもないが返ってくる。ああ、そっか。なんもなんかねじってこないと思うよ、あいつは。ねじんないから。うん、何で太ってんですか、うるせえよで終わると思う。ああ、それは逆に。それか、まあお前もだろみたいな感じで画像送るとか。ああ、してきそうだね。だね、ありえるし。しょうもないわ、本当に。ガチで答えてとかでもいいしね。ああ、ガチで答えてで言ってねえわはもう嘘だけどね。それは嘘だよね。だから嘘ついてるっていうのはここでもうバラしちゃってるから、もう俺らが。そう、だって言ってるから。そう、一人で行くからね、あいつすごいよ。だって言ってるから。一人で言ってるし、俺らのこのね、普通の会話の中でも返信ちょっと濁そうとするから。あれがだってね、ごまかしてるんだよね。もう全世界だから、ツイッターは言って。そうだね。
もう言ってねえ、使えねえからだ、てめえ、これ。ああ。てめえ、言ってんだよ。言ってんだよ、これ、犬橋、くれ。お前、隠そうとすればするほど恥ずかしいからだ。最後、こっち言ってるからだ。もう、どん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 、むっつりになってきたら。どっちへ行くかは、もう、お前が決めろ。誰が送るかにも、よるか。確かに、確かに。誰が送るかにも。一番濁しそうなやつがいいよね、逆に。俺が言ったら、あいつ多分あんまり濁さない気がするよ。濁そうだね。普通に、正直に言いそうな気がする、うん、てか逃げそう、いや、てか、うん、返してくんないパターンある、俺の場合。いや、でも俺とターボに関しては割とお前もやんっていう逃げが使えそう、だから結構助けが、じゃあ俺かな、これじゃあ、そう、ね、的にとも、じゃあちょっと文章作ります。いや、これちょっとね、当てたいね。うん、うん、タツキに関してはもうそうだよ、まだまだあれじゃん、俺ら答え決めてないじゃん、なんて書いてるか予想してないよ。うん、いや、俺は好きっていうか連れてかれてるだけだけどね。あー、しょうがなく言ってるから出すっていう、あー、もう言っちゃってることはもう、ね、この場があるから、あー、ね、なんか急に俺ら突発的にリプ送ってるし、あー、そう、なんか嘘はつかないのかなって言ってないっていうのは、ただ無理やり生かされてる、生かされてるんです、好意はありません。あー、うわー、予防性張るなー。絶対張るよ。いやー、そうで、格好つけたがるからね、やっぱ自分の本意で行きたくないってね、あー、そうだね、言いたいんだよ、言うと思うな俺。最近行ってないよって、最近って言葉つけて逃げようとする。そう、最近をなんとか頑張ってつけようとする。あー、ありえるね。ありえるけど、でも質問の意味とは違ってくるんだよな。いや、あいつはでもね、いや、そういうことする、そういうことする、そういうことする、そうそうそう、あいつはもうキャッチボールがなかったから会話も野球もない。だから、こう質問してんのに違う答えが返ってくるっていうのも全然ありえる。あ、そっか、それも俺は読んだ。今のところ全部しょうもねえ。帰ってきて、それ全部しょうもねえよ。どうしよう。めっちゃ楽しみだよ、これ返信。いや、これめっちゃ楽しいよね。面白いから。じゃあもう早速送ってみる。送ろうか、もう。送ろう。送ります。はい。公の場で何ちゅうそれ。他のリスナーさんもやっぱもうこうリプ来るわけよね、もう。ああ、そうだね。たつきさん、何ちゅうことを聞くんですか。やだわ、やだわ。やべ、飛び火してるな、やだわ。これは、これは飛び火してるな、これはやだ。ボンリさん、今頃考えてんのかね。ねえ、多分文章作ってるよ。どうしようか、多分ね、今考えてるよ。本当に無視しようか、それともわざわざ聞かれてるから、なんか返そうかなって、多分今考えてると。で、裏でまさかこんなことやってる知らないから。そうだね。いやー、めっちゃ書いてると思う。やべ、これ、返答しないで俺の人生が終わる。俺のイメージが。返答しないでって。うわ、帰ってきました。来たか。来た。あ、早いね。早い。じゃあちょっと読み上げてもらっていきます。男の差がですね。待って待って待って、綺麗に外した。あー、すげえ。男の差が予想外してきた。うわー、そっか、認めた。え、認めたよ。感づいてるわ。あー、感づいた。なんか感づいてる。こんな認めないでしょ、カッサン。いや、このパターンは初めてだな。だから俺が言った、俺には多分素直に言っちゃうっていうパターンもある。あー、タツキだからこうなってんのか。うん、ちょ、待って、知らないけど。え、意外なんだけど、認めたな。男ですね、マジ。はい、わかりました。はい、わかった。いいよ。俺、全く同じな気がしてきた。全く一緒。うん。いやー、俺はなんかさっきの俺らの予想を言うかな。予防線パターンね。そう、予防線パターン。さすがに、もう、YouTuber も長いんで。うん。一緒っていうしょうもないことはしない。いや、あいつはする。あー、俺ちょっと期待しすぎたから。するイメージ、俺も。何も学んでなかったかもしれない。あいつはそれが面白いと思ってやってる。被せだと思ってる。これを被せと思ってる。あー、なるほど。来ましたよ、皆さん。あー、マジ来た。俺の対する返信、はい、読み上げます。はい。好きというか、村ったら行きたくなるよね。ちょっともう、鼻で笑ってたよ。
しょうもな